爆食増淵幸男チャンネル、今回はですね、はい、このようにキャンプ場に来ております。さあ、もうね、日が落ちて6時半過ぎなんですが、山の中はいいですね。のどかだし、この滝の音聞こえます？滝？川？川の音聞こえます？そして念願のこちらご覧ください。最強バーベキュー串作りました。私ちょっともうそのまま肉を刺してそのまま食べる、もう夢のような肉バーベキュー串作りました。イエーイ、向かってるぜ。最高だぜ。いやいや、あいにくのめっちゃ多めだ。反対側からっていうぐらい大雨です。かわいい。走ったらね、ダメなんです。いいよ、マスブチや。バーベキュー串、ほんとだ、顔だ、すげえ、天狗だ、ガーン、すげえ、私のバーベキュー串、バーン、じゃーん、どうよ、わお、カチカチ、炎の料理だじゃない。さあ、食べていきますか。いただきます。その前に、イエーイ、オップス、イエーイ、うわー、乾杯。じゃあ行こう。まず鶏肉いきます。いただきます。うん、うわ、最高。見て、すんごいわこれ。いくよ、うますぎる。うわー、すげえ、うまっ。ガツンとお肉、これずっとこうやって食べてきたけど、さすがにちょっと外していこうか。うまっ。うわ、すごいちゃんと焼けてる中。ちゃん、焼くお肉あったらパオに渡してくれたら焼くよ。最高だね、これを求めてたんだよ私は。キャンプ場でひたすら肉を食べたかった。うまい。燻製になっててめちゃめちゃうまいよ。そう、スモークでしょ。待って、ちょっと買ったの。びっくりしちゃった。うわー、ピーマンうまっ。うん、これは最高だわ。野生に帰る、これ。うん、今日さ、降水確率さ、90% だったんだよね。まあ、でも、雨のキャンプもいいよね。このしとしとの音。その中で肉をむさぼる私。雨のキャンプもオツですね。よっ。よっ。はい、豚肉。
これはですね、椎茸です。全部にね、ついてたのにね、落ちた、いっぱい。いいよ、いいよ。ババン、ババン、いくぜ。大迫力。うわ、すげえや。うん、ちゃんと中まで焼けてます。ローストされてる。うまっ。ナス、うまっ。うん、ちゃんとね、みんなの分もご飯買ってますから大丈夫ですよ。私だけが一人これを全部食べますけど、ちゃんとご飯もあります、別で。ご安心ください。ひもじいよ。今から焼こうとしてるじゃん。はい、後ろに刺してあるじゃん。森の中のビール、うまっ。よし、来た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 。はい、これ牛どう。牛いくか、いくぜ。うわー、うまい。すごいおしゃれでしょ、私たちのキャンプ。これ全部沙織さんとぬーちゃんがやってくれた。あ、設営はもちろんお手伝いしましたが、全部沙織さんとぬーちゃんの、沙織さんの、沙織さんのキャンプグッズでございます。はい、うわー、すごーい。これがいいね、バーベキュー。ありがとう。ほかほかになってくれましたね。うわ、半端ない、うますぎる。すげー肉汁だ。うわ、わー、沙織さんに肉をカットしてもらっております。もうね、日も落ちてきました。てかもう暗いです、外は。うわー、うまい。椎茸、この後沙織さんのキャンピングカーで寝るんだ。すごいです。すごい。この様子は沙織さんの方でどうぞ。
まうまい。豚はうまいな。はい、じゃあラスト。しました。最強バーベキュー串もう最高でしたね。夢のようなバーベキュー串作れて、そしてこの素晴らしいロケーションの中で食べれて最高でした。ですが女たちの夜はまだまだ続きます。この後はねちょっとまあ個人的にいっぱい焼いて食べるのでじゃあパン、またね。バジル焼き、うん、マンゴーうまいんだ。それじゃあそろそろもう寝ます。おやすみなさーい。